らしくなかったね。そう見えたか。うん、あなたって決して迷ったりしない人だと思ってたから。そうありたいとは思ってるけどね、実のところずっと悩んでいる。光のドライバーになってからずっと。全然そんな風に見えなかったけど。強い力を持つには資格がいる。ましてや天の聖杯となればなおさらだ。最初に会った時、君たちを焼き払ってしまうところだった。幸い神のおかげでそれは免れたが。もしかして抵抗軍から離れたのって。光の力を十分に扱いきれていないままでは多くの兵を死なせてしまうかもしれない。それが怖かったんだ。今滅が起こしている悲劇はもしかしたらマルベーニ女祭が彼を扱いきれなかったからかもしれない。だとすればこの僕もいずれ。あの子は分かってると思う。ただ表現するのが下手なだけ。君の見立てかい。これでもイーラの秘宝と呼ばれたシンと17年も連れ添っているのよ。ブレイドの動きを見ればどの程度力を出しているのかくらいわかる。彼女はあなたが、ううん、自分自身がそうならないように抑えている。優しいのよ、ネマ。そうか。だとすればやっぱり僕は半人前か。落ち込まない。少しずつ慣れていけばいい。私もそうだった。時が待ってくれるといいのだけどね。そうね。